です、これです。ボンドンです。こっちはなんか針とかをやる方らしくって、これがね、ドラマのね、外観だったの。こちらが青春時代のドラマの家だった場所です。行きます。太阳。네이제이런주스류있고요뒤쪽에이제조동메뉴있고요네차는여섯가지는기본약재고요네읽어보시고몸컨디션따라선택해주시면되시고특별히체질에관계가없으시고요이제여기는맞춤약차인데이거는여기에서한가지여기여덟가지한가지결합한거예요그래서금액대가조금달라지니까확인해주시고요이쪽에서차라고되어있는메뉴가따라한거고나머지는시원한메뉴예요네감사합니다そう、基本がこれだよね。こっちがね、もうちょっとプラスのやつ。足湯は1万ウォンだ。足湯はいいかな。うん、足湯やりたくない？うん。すごいね。うん、お茶プラス相談で2万5000ウォン。お茶を飲みながら生活管理法をご案内します。조격은안돼요조격은지금하셔가지고아20분이죠네네잠시잠시만네그러면은좀기다릴게요음료는따로시켜야되는거예요네네그럼사모으로할게요따뜻하게드려요네예쁘다이브드린쇼도나이브드린쇼자6번이요어이거는어그래응너한정이랑네저는조정이요먼저드시다가좀끝나시면바로준비해드릴게요감사합니다건대출이요안에티백이에요그래서물리필가능하시니까필요하시면말씀해주시고요다가로드셔도돼요감사합니다또これ大好きなんだ。ポリポリする。待ち서서양말벗어주시고한종아리정도까지만걷어주셔도괜찮아요네물이뜨거워지면앞에있는마개로막아주세요물은이정도까지받아주시면되시고요네다받아주면옆에있는이쪽쪽부어주시면되세요네왼쪽게한정오른쪽게조증이에요옆에있는건돌팩이에요다끝나시면은이쪽게피부에좋은거니까굳이물로닿지않은곳에도되고요그냥옆에여기수건으로닦고나와주시면되고요마개는꼭뽑고나와주세요타이머울리면은아무데나돌려주시면꺼지거든요꺼주시고나와주시면되세요あったかい。こうやって。あったかい。はい、これを入れます。入れますよ。合ってる？合ってる。入れます。うぅ。私は乾燥。あみちゃんは冷え性だね。今あと17分残ってる。行きますか。そういうおばさんになります。行きましょうかね。最終日なので。足がポカポカになりました。疲れが取れました。すべすべ足。今から気まぐれ韓国語講座をしたいと思います。음료는따로시켜야되는거예요。음료는따로시켜야되는거예요。っていうフレーズ文が動画の中に出てきたと思うんですけれども。음료는따로시켜야되는거예요。음료는따로시켜야되는거예요。ドリンクは別で頼まなきゃいけないんですか？っていうのもいいんですけど、韓国旅行でね。
あんまり使う機会がないのかなって思ったので、その文の中にタロっていう単語が出てきます。文には는タロしきゃでのがよタロを応用して違う文を作ってみたいと思います。韓国旅行で例えば友達とご飯を食べて、で別々に料金を支払いたい時ってありませんか？その時に使えるフレーズだろっていう意味は別々にとか話してとかっていう意味なので、だろだろ計算해주세요だろだろ計算해주시겠어요、日本語でも別々に計算していただけますかとか別々に計算してくださいって言うと思うんですけれど、韓国語も別に別でっていう意味のだろを2回言うことで別々にっていう語源をすることができます。んで韓国語で別々で計算してもらえますか、別々で計算してくださいと言いたいときはだろだろ計算해주세요だろだろ計算해주시겠어요と言います。一回皆さんで言ってみましょう。だろだろ計算해주세요だろだろ計算해주세요だろっていうたっていうときにちっちゃいつが前にある感じでだ、だ、スタッカートみたいな感じかな。だ、だ、だ、だろうだろう、計算해주세요。で、もうちょっと丁寧に言いたいとき、もうちょっと腰を低く言いたいときは、だろうだろう、計算해주시겠어요。だろうだろう、計算해주시겠어요。ということができます。皆さんも試してみてください。それでは、今日はここまで。皆さんチャンネル登録して次の動画で会いましょう。여러분다음동영상에서만나요。안녕。